SMSS90 は1899年に浸水したドイツ帝国海軍の水雷艇である。他国の水雷艇駆逐艦に相当する大型の水雷艇としては初のドイツ国産艦で同系艦、巡同系艦多数が建造された。第一次世界大戦中の1914年10月に太汰の戦いで日本の巡洋艦高地方を撃沈した後に自沈した。 19世紀末、ドイツ帝国海軍は、魚雷を主兵装とする小型艇として、国産の水雷艇を配備していたが、そのうちの一部は、通常の水雷艇よりも2から3倍ほど大型の司令艇使用であった。他方、1894年に、イギリスで従来の水雷艇よりも公用性を向上させた、新艦種の水雷艇駆逐艦が開発されて各国に、 広まると、ドイツ海軍も八百九十六年に、イギリスのソーニクルフト社製の永久水雷艇駆逐艦の改良艦一隻を、水雷艇 d 十として導入した。そして、従来の国産司令艇の最新型 D9 と、イギリス製水雷艇駆逐艦 d 十の設計をもとに、ドイツ国産初の実質的な水雷艇駆逐艦として、C ャウ社で建造されたのが、水雷艇 S90 である。S90 は排水量310から388トンと D10 とほぼ同規模で D9 よりは若干軽い。艦型は艦首楼を有し、その後方の一段低くなった肝板に環境と2本の煙突が立っている。最高速力は27ノット。兵装は50ミリメートル単装砲3機と魚雷発射艦3機で魚雷は 監渉量と環境の間に挟まれた位置に配置されていた。他国の水雷艇駆逐艦に比べると速力は速く、なく放火力も劣るが、頑丈で高揚性に優れた設計であった。その後、S91 から S101 までの同型艦のほか、1905年までに S102 から S107、G.8 から G113、S114 から、 S131 の改良型が量産され、これらを s 9 9級水雷艇と総称することもある。中国沿岸に停泊中の S901914 年の第一次世界大戦勃発時には、S90 は東洋艦隊に属して甲州湾咀借地に駐留していた。東洋艦隊主力が洋上脱出後も S90 は水雷艇、タークルや砲艦軍ともに、 チンタオに残った。日本、イギリス連合軍が来航して、チンタオの戦いが始まると、海上封鎖する日英艦隊と交戦した。同年10月17日夜に S90 は荒波の郊外に出撃し、翌10月18日0時に輸送任務中の日本の防護巡洋艦、カチホを発見すると、至近距離から来撃を加えて撃沈した。S90 は、 追撃を逃れて、高校を続け、同日有国に海岸に自ら格座、自爆して、乗員は中立国の中国警察に拘束された。ありがとうございます。